アルコルコンは、スペイン・マドリード州のムニシピオ、マドリードの南西13キロメートルにある、マドリード大都市圏に属する、主としてスペイン国内た地域から移り住んだ転入者が、暮らす。現在のアルコルコンは、カルペタニアという地域にあり、ここで暮らしていた、ケルティベリア人は、ローマの信仰に100年余り抵抗した。現在のマドリード州における、 ローマ化は、わずかに南部を占めるにとどまっていた。アルコレコンの地の発祥について、完全には明らかでない。地名については、職人が、定住地を作ったという説、イスラム教徒が、丘や、監視等を意味する、アルカデルと名付けたという説、また別の説では、コルクバヤシから名付けられたとするものがある。しかし、11世紀、または12世紀以前に、 アルコルコンという名の小村の存在は明らかになっていない。1208年7月28日、アルコルコンの名が、牧羊用,用の道がアルコルコンにあったという内容で、中世の公文書に記録された。1496年、アルコルコンの裁判権がマドリードに属することになった。19世紀、町の特質は本質的に変わらないままだった。政治家、パスクアル・マドスは、 19世紀初頭のアルコルコンの人口はおよそ300人と述べている。20世紀初頭、カスティーリア貴族バルデラス公がアルコルコンに2軒の邸宅を建てた。スペイン内戦の間、フランコ総統がこの邸宅を傘で干歩とした。1998年より、フアン・カルロス大学健康科学学部のアルコルコン、キャンパスが置かれている。 1950年のアルコールコンは小さな町に過ぎなかったが、その後急速にベッドタウン化が進んで死となった。現在のように教育、医療、交通が整備されるまでは多くの人々がマドリードの公共サービスに依存していた。ありがとうございます。